ちは。旅心ピュアジャパン案内役の松島由香です。さあご覧ください、目の前に広がっているのは瀬戸内海です。快晴で海がキラキラ輝いていますよね。今回は瀬戸内海を舞台に開催されている現代アートの祭典、瀬戸内国際芸術祭を巡る旅に皆さんをお連れします。そして旅のパートナーはこちらです。 Hi, my name is Natsuko. よろしくお願いします。日本人の父とシンガポール人の母を持つ桐原夏子グレイスさん、シンガポール在住で瀬戸内海を訪れるのは初めてなんだって。最近とってもアートに興味があるんですけれども、うん、これもアートの一つなんでしょうか。そうそう、これねリミナルエアっていう作品なんだけど、およそ8メートルくらいあって、この高松港のシンボル的な存在になってるんだよ。すっごいカラフルで、うん、コマのようですね。確かに確かに、うん、これ以外にもたくさん島々にはアートがあるから、はい、早速行ってみようよ。 OK! Let's go! Hello! ココロです。日本の魅力を紹介する番組、旅心ピュアジャパン。今回旅する瀬戸内国際芸術祭の開催地はこちら、香川県と岡山県に挟まれた12の島と2つの港です。島それぞれに固有の文化があり、土地に根ざしたユニークな作品が見られるの。芸術祭は3年に一度開催されていて、今回の参加アーティストは国内外合わせて210組、作品数は200点。美術館とは違って島のあちこちに作品を展示するスタイルが面白いと世界のアートファンに注目されているよ。東京から来ました。フランス、パリス、タスマニア、インオーストラリア。Very cool、かっこいい。鑑賞方法はあなた次第。さあ島を巡りながら旅するようにアートを楽しもう。いやー景色いいね。素敵、風も気持ちいいし。今直島に向かってんだけど、うん、はい、なっちゃんは直島知ってる？はい知ってます。お実はシンガポールでも、うん、まあ、最近アートシーンが盛んなんですけれども、うん、もう本当にアート好きな方にとっては、まあ、直島っていうのは、まあ、行きたいところのトップ3に入るぐらい人気が出てます。高松港から船で1時間、アートの聖地と言われる香川県直島には世界的建築家安藤忠雄が手掛けたベネッセハウスミュージアムやリ・ウーファン美術館、建物の大半が地下に埋まった地中美術館をはじめ、瀬戸内の景観を生かした数多くの作品に出会えるよ。あ、なっちゃん見て見て、あー、かかまちゃんだ、かわいい、ワンパンキン、ゾキーレッドパンキン。港で迎えてくれるのは前衛芸術家草間彌生の赤かぼちゃです。近くで見ると結構大きいね。大きいですね。ドットが可愛いですね。大自然の中に赤と黒って目立ちますね。直径およそ7メートル、中に入って外を眺めれば島全体と一体化したかのような心地よさを味わうことができるよ。いいね。行くよなっちゃん。はい、チーズ。見て触れて遊べるアート楽しいね。続いてやってきたのは古い町並みが残る本村地区。焼き杉の板と漆喰の壁で風情があるでしょ。あ、かわいい、のれんが。そうそう、これもね有名な染色家の方が手掛けているのれんプロジェクトっていうちゃんとしたプロジェクトなの。いろんな作品があるからこれもね楽しめるんだよね。で見て見て、ここにねプレートついてるでしょ。吉田湯、これはお家の屋号になるの、いわゆるニックネームみたいなもの。なんかそのお家がやっているご商売とかそういうものにもよっていろんな屋号がついてるんだって。あ、そうなんですか。この字とかもまたユニークですね。同じ本村地区には建築家安藤忠雄の新作もあるの。外観はご覧の通り古い民家だけど、中はコンクリートの空間が広がっていて驚き。過去と現代を融合させているんだって。ここだ。うどん、イエス、行ってみよう。2人が訪れたのはさぬきうどんのお店。こんにちは。うどんは香川県の代表的な食べ物なの。わあ、
すいません。すいません、お母さん。何かおすすめありますか？おすすめはですね、ぶっかけが一番よく出ます。茹でたてのうどんに大根おろしと天かす、生姜とネギをのせて濃いめのだしをかけました。いただきます。全部混ぜた方がいいんですか？うん、混ぜて混ぜて。お上品だね。うん、生姜と大根の味がすごく効いてて美味しいですね。コシがあるよね。コシありますね。さっき上品な食べ方っておっしゃってたんですけど、シンガポールでは、うん、音を立てるとすごい失礼に当たるんですね。そうなの？日本ではうどんは豪快にすするもの、決してお行儀が悪いわけではなく、これがツルツルの麺を美味しく味わう方法なんです。美味しそうに食べますね。これがジャパニーズスタイルです。美味しい。やっぱりお土産見ないと。絶対ですね。ね食事を終えた2人が訪れたのは港にある土産物店。島ごとに特産品が違うから見逃し厳禁だよ。やっぱり直島に来たからには、うん、お塩もねチェックしてもらいたいの。あ、ここにもあるよ。ほら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 、これ。お塩有名なんですか？有名なんよ。結構大粒で、はい、食べるとね甘みもあって、美味しいお塩なの。早速しょっぱでも嘘臭い味じゃなくて、本当天然の味がしますよね、うん、だからサラダにパラパラっとこうオリーブオイルと一緒にこの塩だけでなんか美味しそうですね。次は小豆島、はい、ちょうど目の前に見えているのが小豆島なんだけど、はい、日本ではオリーブの島として有名なんだよ。こちらも高松港から船で1時間、人口3万人の小豆島は地場産業や観光が盛んなの。展示作品はおよそ30、島のあちこちにあるから迷わないようについてきてね。すごいでしょう。何ですかこれは？台湾のワン・ウェンチーさんの作品。これって竹ですよね。そう、地元で採れた竹を5000本ぐらい使って編み込んでる作品なの。5000本。そう、棚田に囲まれた谷合に作られた巨大な竹のドーム、中に入って体感できるアートだよ。わあ素敵。あーすごい、全部竹。おー綺麗。いいね。包み込まれるよ ね、 そうですね。この竹と竹の間からこぼれる光、綺麗、ね、お月さんとか見えるのかな。あそこにちょうどあの間に入ったら入ったらすごいね。なんか夜になると LED 照明もつくの。そうなんですか。昼も夜も夕方も楽しめる後っていいですね。次はね、小豆島の特産品をモチーフにした面白い作品があるから、はい、出た出た。リーゼント、卵にリーゼントですか？卵じゃないよ。周り見て周り。え、あ、ほらほら。オリーブの木。そう。かわいい、実がなってる。そう。かわいい。このオリーブの実をモチーフにしたリーゼント。はい遊び心いっぱいのアート、当然2人もよくだぜ。オリーブで遊んだ後はオリーブを食べよう。海が見えるイタリアンレストランフリューでは小豆島の旬のオリーブや瀬戸内海の新鮮な魚を使ったお料理がいただけます。こちらはどのようなお料理ですか？はい、小豆島産の新漬けオリーブと自家製アンチョビのアーリオーリオスパゲッティになります。おいしい。おいしい。食感がすごくいいねオリーブがすごいジューシーで、そしてやっぱりフレッシュなのが分かります ね、 ですね。皆さん本当に手塩にかけて、うん、育ててらっしゃいますの で、うん、で本当にえりすぐりのものがこういった商品になってテーブルに上ってくるので、うん、美味しいっていうのがもう間違いない、うん、オリーブになってますね。
原産地のものを現地で食べれるっていうのは幸せですね。シンガポールにいますともう全部ほとんど輸入品ですので、オリーブなんか絶対輸入品ですし、本当原産地ならではの優しい、美味しい味、美味しい鮮な味がします。もう一つ、小豆島を代表する特産品で作ったアートがこちら。グラデーションが綺麗なこの壁、なんとお醤油でできているの。お醤油は小豆島で400年の歴史があるんだけど、そのお醤油を使ってアーティストに負けない作品を作ろうと島民が力を合わせたそうよ。参加者の一人がこの方、醤油職人の山本康雄さんです。はい、お願いします。めちゃくちゃ醤油の香りがする。香します。します。山本さんの醤油蔵を案内してもらいました。表面にこうたくさんついてるのが、これお醤油作る菌なんです。乳酸菌と酵母菌なんですけど、この樽とか柱とか梁とか蔵の菌が自然と入って発酵する。この辺り飛んでますから、今うちの菌吸ってますよ。あ、そうなんですか。はい、お醤油は日本の伝統的発酵食品。今ではほとんどがタンクによる大量生産に変わったけど、山六醤油は木桶での手作りにこだわっているの。匂いが美味しいって初めて思ってたんですけど。味見はもちろん冷ややっこで。綺麗な色。綺麗ですね。なっちゃん、お豆腐とか食べるの？食べます、シンガポールの方もお豆腐大好きですよ。あ、本当に？はい、美味しい。自然な香りと味が、はい、そうですね、美味しいですね。塩味のこう塩辛い辛さがないと思うんです、はい、ないです。はい、甘みがある。やっぱり木桶で作る菌の良さですね。本物だ、はい、生きた味がしますもん。ありがとうございます。あー、これいいね。CM の後は閉校になった小学校を利用した個性豊かなアートを見学。サブステーションシンガポールですって。こんなところにもシンガポールの方のアートが。かわいい。瀬戸内の島々を舞台にしたアートを楽しむ旅、小豆島での作品巡りはまだまだ続くよ。案内人ゆかとシンガポール在住の夏子グレイスがやってきたのは、過疎によって閉校になった小学校。アートの力で島を再び活気づけようというプロジェクトが行われているんだって。あ、見えてきましたよ。あれ何ですか？吹田パビリオンっていうの。実は中に入れるから、はい、ちょっと入ってみない？何でしょう、不思議な感じでしょ。何、ちょっと座りませんか？すごい。何この、なんかこう木、なんか風水とかわかんないですけど、なんかすごいいい気が流れてる気がするんですけど。なんかこれはね、はい、今あった小学校とこの裏に神社があるんだけど、はい、そこをつなぐ東屋のような存在なの。この美しい建築物はなんと2枚の鉄板だけで作られているの。子供たちの遊び場にもなっているんだって。校舎の中はどんな作品があるのかな？この絵かわいい、これ、ね、階段にも。アジアの7つの国と地域のアーティストが廊下や教室に個性的な作品を展示しているよ。わあ、ここもすごいよね。何これ、素敵。これはね、石を磨く布なのかな。あ、研磨する布。そう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 、それを一つ一つ手染めしてるの、藍染め。だから模様が少しずつ違うでしょ。身近にあるものをこうやって素敵なクールなアートに変えるって面白いですね。あ、サブステーションシンガポールですって。こんなところにもシンガポールの方のアートが展示されてるんですね。これ何ですか？かわいい。よく見て、何か分かった？これって なんていうかちょっと分からないんですけど、服とかについてるタグの。そう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 。これ雲かな？雲にも見えるし、波に打ち寄せる泡みたいな感じにも見えるし、いろんな風に見えるよね。
この人が作者のグレース・タンさん。芸術祭が始まる一月前に小豆島入りし、島民に作品への協力を呼びかけた結果、大勢の人が参加してくれたそうよ。プラスチック製のループピンを一つずつ輪っかにしていく根気のいる作業だけど、みんな楽しそう。このループ一つからこういう発想いうのはどこから生まれたんだろう。 I saw the pins in a stationery shop and then I thought they looked like flower and then if we do like bundle like this it has small volume and you can grow them into a bigger bundle。すごいな、発想がね。本当、ありがとう。Thank you for your support. How do you say that? 手伝ってくれて、ありがとう。手伝ってくれて。むず、すごい。日本語すごい難しい。難しい。ループピンの一つ一つが植物の芽を表していて、希望を象徴しているの。小豆島で作った50万本とシンガポールで作った150万本が一緒になって力強い表現が生まれました。 I think it gives me more energy to do new works and yeah, to challenge myself more. So yeah, that's yeah. アーティストと島民が地域の枠を越えてつながるのは瀬戸内国際芸術祭ならではのユニークな取り組みね。CM の後は女木島へ。待っていたのはたくさんのカモメたち。え、これもアートなの？ゆかさん、瀬戸内海ってこんなにたくさん島があるんですね。そういうところはシンガポールとちょっと似てます。そうなんだ、うん、親近感湧く？湧きますね。これから女木島に行こうと思ってるんだよね。女木島、うん、素敵な作品がいっぱいあるからきっと気に入るよ。瀬戸内の現代アートを巡る旅、最後にやってきた女木島は面積およそ3平方キロメートルの小さな島だよ。あー、カモメだ。これね、風緑になってるのよ。ほら、そうなんですか。風が吹いた方向に顔ピッて向けるからね。あ、じゃあ今風はこっちに吹いてるって感じですね。そうだね、ちゃんとみんな向いてるね。船から見ると本物そっくりに見えたこのカモメたちも立派なアート。港にずらりと300羽が並び、風が吹くと一斉に方向を変えるよ。いや、綺麗に並んでますね。あれ何ですか？海賊船みたいに下に椅子があるけピアノ面白い。あ、なんか鳴ってる。あ、そう、はい、ここにたどり着けた人だけが聞けるんだよ。なんだろう、これロマンがありますよね。海の横に海賊船にいるんだけど、この音がその独特な世界へ連れて行ってくれるみたいな、なんか旅をしてるみたいな気持ちにもなれるし、あ、びっくりしました。素敵。なんかチェックじゃないみたい。ありがとう細かいね。細かいんです。いやー、日も暮れてきたね。そうですね、あっという間でしたね。本当、今回3つの島を回っていろんな作品見たんだけど、はいはい、どうだった？やっぱりですね、自然の中にアートがあるっていうのはとっても面白いですよね。美術館ですとかギャラリーっていうのはどこでもあると思うんですけれども、こう歩きながらいろんなところでこう可愛いものとかユニークなもの、面白いものを発見していくっていうのは楽しいですよね。歩いてるだけで楽しいですし、他の島も行ってみたいなっていう気持ちになりました。美味しいものも食べられた。そうですね、めっちゃ美味しかったですね。お買い物も楽しい。そうですね、これもね、そうそう、お揃いで買っちゃいました。色揃えて買っちゃいましたいい思い出になったよね。いい思い出です。心を持ってみんなのこと守ってくれてる。
瀬戸内の島々と現代アートを巡る旅、いかがでしたか？3年に一度の瀬戸内国際芸術祭、次の開催は2016年の予定ですが、ご心配なく。今回ご紹介したほとんどの作品は今も見ることができます。島の暮らしとアートの融合はここでしか味わえない貴重な体験、ぜひ遊びに来てくださいね。詳しくはピュアジャパンのホームページをチェック。東京 The World is Watching. Tokyo Station is powered for transportation by train. Look, Tokyo Station opened 100 years ago. This red block building has been symbol of station for a long time. And now it's designed as a nationally important culture property. It's really convenient to stay in Tokyo Station. The Tokyo Station Hotel is European classic style.It's the perfect place to stay, which has been recently renovated to welcome guests from overseas and all over Japan. Now let's go on a quick tour of Tokyo Station. There are many people using Tokyo Station every day, so there are also many kinds of shops for travelers. You can find famous sweet shop, specialty of Japan, ekiben from all over Japan, as well as Japanese, Western and Chinese restaurants.You can stay in Tokyo Station for a whole day, but never get bored. Kokoro wanna see snow. Well, is it possible? But Tokyo Station can make your hopes to come true. Here is a special deal.JR East Travel Service Center offers to a country area pass, which gives you unlimited Shinkansen and express ride for 3 days for only 8,000 yen. Plus, buying an optional 1,000 yen voucher gives you a chance to go to a Niigata snow resort, Gala Yuzawa. This great ticket only for foreigners.Now, let's go!From Tokyo Station, you can reach a snowy region of Japan in as little as 77 minutes. Leave the station and you can see a winter wonderland. Wow, the station and ski resorts are directly connected. Even without preparation, you can learn everything you need here. Now let's play in the snow!If it's your first time, there are kind foreign instructors to teach you at the ski school. When you become hungry, restaurant Paru Paru gives you choice of Western or Japanese food. There is also child daycare and a super inside Gala Yuzawa.You can choose from a wide selection of souvenir as well as Gala original goods. Kokoro can't decide. It's hard to choose. Echigo Yuzawa Station next to Yuzawa has a popular place called Gangi Street where you can enjoy local sweets and buy specialties from Niigata. Which would you choose?Going back to Tokyo or staying here and relaxing in a hot spring? Kokoro prefer hot springs. Come to the amazing snow resort, Gala Yuzawa.